何にする？おたもみキッチン。今日はコストコのマスカルポーネロールでフレンチトーストを作ります。はい、このパンとっても美味しいよね。みんな好きな人？それでは作っていこう。まずは牛乳、砂糖、卵を混ぜ混ぜして。はい、混ぜ。混ざりにくかったらミキサーを使ってもいいよ。そしたらパンを3等分に切ります。はい。はい、できました。切ったら液体にパンを浸します。はい。だいたい5分ぐらい浸したらパンを焼いていきます。はい。両面こんがり焼いたらバナナとクリームを添えてメープルシロップとチョコレートをかけたら完成です。